セツイリエと、長男ビルヘルム、1908年頃、セツイリエ皇太子妃、フィリップ・ドラースローが、1906年、セツイリエ・アウグステ・マリーン・イツー・メクレンブルクは、ドイツのメクレンブルク・シュベリーン大公家の皇女で、ドイツ帝国最後の皇太子、ビルヘルムの妃、メクレンブルク・シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ3世と、その妻で、ロシア大公。 ミハイル・ニコラエビチの娘であるアナスタシア・ミハイロブナの、間の、第三子、次女として生まれ、シュベリー城で育てられた。姉は、デンマーク王妃、アレクサンドリーネ、兄は、最後のメクレンブルク・シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ4世で、ある。1905年6月6日に、ベルリンにおいて、ドイツ皇太子、プロイセン王太子、ビルヘルムと結婚した。 皇太子夫妻の婚礼はその年のドイツにおける最も華々しい国家行事でブランデンブルク門から広宴の行われるベルリン王宮までの道路は莫大な費用をかけて厳しく飾られた。絶入りへは人見知りしない性格で芝叩く間に新しい環境になれ飾らない人柄のおかげで宮廷の人々からも一般大衆からも熱烈に支持された。当時の新聞や雑誌は 皇太子妃の生来の美しさは、もちろんのこと、統制風でありながらエレガントな立ち居振る舞いを、称賛した。実際、セツイリエは最先端の流行に非常に敏感な立ちで、帽子のコレクションに熱中し、多くのドイツの若い女性や少女たちのファッションの見本となっていた。セツイリエは、聡明な女性だったが、彼女は自分の能力を外見を磨くことだけでなく、社会貢献にも発揮した。 特に女子教育の発展に深い関心を寄せ、そのために多くの学校や通りが設立時に彼女の名を冠した。私生活でも夫ビルヘルムとの仲は良好で愛情深く互いを深く尊敬し合う夫婦関係を築いた。皇太子一家は夏はポツダムのノイエンガルテンにあるマルモル宮殿で、冬はウンターデン・リンデン王通りに立つ皇太子宮殿で暮らした。 セツイリエの皇太子妃としての安穏な生活は、第一次世界大戦の終焉と共に起きたドイツ革命により終わりを告げた。セツイリエは退位した州都のドイツ皇帝ビルヘルム二世と皇后アウグステ・ビクトリア、そして夫の皇太子ビルヘルムと一緒に亡命することを拒んだ。彼女は6人の子供たちと共にベルリンに残り、以前にまして事前活動に身を捧げた。 夫の皇太子は1923年に帰国を許されたが皇太子夫妻の夫婦仲は5年間の別居生活の間に皇太子が数多くの他の女たちとの常時にふけていたせいで冷め切っていた。節入りへは君主制支持者の組織で熱心に活動をした。1924年には鉄カブト団前線兵士同盟の姉妹組織であるルイ・ゼン王妃連盟の講演者となった。 1933年のナチ党の権力掌握後、すべての君主制支持組織が解散させられた。元皇太子揮設入りへは、最終的に公の場から退くことを余儀なくされ、ポツダムの設入り園法府宮殿で詩人として、暮らすことになった。設入りへは音楽にのめり込むようになり、自邸で主的な演奏会を開き、すでに有名な、あるいは、 将来有望な指揮者や若い音楽家たちとの友情を育んだ。ゼツイリエの音楽サロンに出入りしていたのは、ブロニスラフ、フーベルマン、ビルヘルム・ケンプ、エディ・ナイ、ビルヘルム・フルト・ベングラー、青年時代のヘルベルト・フォン・カラヤンなどである。1945年2月にベルリンへ赤軍が迫ると、ゼツイリエは持ち運べるだけの荷物を持って安全な場所へ避難せねばならなくなった。彼女は、 次男のルイ・フェルディナント一家と共に、バイエルンのバート・キッシンゲンに移り、1952年まで暮らした。バート・キッシンゲンでは、ビルヘルム二世の元 G で皇帝一家の信頼厚いパウル・ゾーティアーが、元皇太子妃に住まいを提供した。1952年から1954年までは、シュトットガルト郊外で生活した。第二次世界大戦後、忘れられていた皇太子妃、 ツ入りへの国民的人気も復活した。1954年5月6日、バート・キッシンゲンのゾーティアーテを訪問していた際に脳梗塞を起こし、休止した。ウィキメディア・コモンズには、サシリーズメキロンバーグシュエリンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。